ヤドカリは、十脚目ヤドカリ町カパグロイデアの中で、種として、巻貝の貝殻に体を収め、貝殻を背負って生活する、甲殻類を指す日本語の名称である。古語では、カミナと呼ばれていた。エビやカニと同じ十脚目だが、貝殻等に体を収めるために体型が変形している。砂浜に奇跡を残しながら移動する、ヤドカリ体は、東京部と腹部に分かれる。 胸足の第一体は太く発達した、ハサミ足で多くの場合は左右不対称である。大きい肩のハサミは体を殻に引っ込めた時に入り口に蓋をするのに使われる。不足として使われるのは第二、第三体の二体であり、残りの第四、第五胸足は短くなって、貝殻を保持するために使われる。腹部は長く柔らかい袋状で巻貝の殻に合わせて、 螺旋状となる。腹部の関節は不明瞭で、付属肢は左側だけが残り、右側は退化している。お足は針状で、貝殻内部に体を止める役割を担うが、種類によっては欠くものもいる。ただし同じヤドカリ状化でも、ツノガイヤドカリカッパイロケイリレイは、腹部に関節があり、後方にまっすぐ伸びて、エビ類に似る。この形態は、 ヤドカリ浄化共通のグラウコトイ陽性、グロコット王に似ており、ツノガイヤドカリカはヤドカリ浄化の中でも原始的な部類とされている。多くが長官隊から水深数百メートルの深海底までに生息し、種類によって、奇水域、波打ち材、岩礁、珊瑚礁、砂底底等の環境に住み分ける。亜熱帯から熱帯では、海岸付近の陸上で生活する。 オカヤドカリルイセノビタもいる。日本の海岸では、本ドカリパグリスフィルホーリー、指長本ドカリピーマイニュージューズ、毛足本ドカリピーレニュージェノーザス、イソヨコバサミクライベネリアスベラシェンズ、ケブカヒメヨコバサミペイグリステイスオートマニー等がよく見られる。普段は、貝殻から東京部だけを出して歩き回り、危険を感じると、素早く殻の中に引っ込み、発達した。 ハサミ足で殻の口に蓋をする。食性は雑食性で、藻類、生物以外、デトリタス等を食べる。天敵はタコや肉食魚のほかカラッパやイボイはオオギガニ等の大型のカニ類に捕食されることもある。人間も食用や釣り絵に利用するため天敵となる。卵は小さく、孵化した子は、ゾエアゾエア、グラウコトエという幼生器を経て小さなヤドカリの姿に、 変態し、海底生活に入る。陸上生活をする、オカヤドカリ類も、幼生時は、海で成長する。食用の海産物として、一般的ではないが、一部地域では食用にされる。三浦半島南端の城ヶ島では、夏は、伊勢エビ漁で、小さめのオニヤドカリが、冬は、ひらめ漁で、大型の毛筋ヤドカリが、混獲される。柔らかい腹部を、味噌汁の具にしたり、 焼いたり、刺身にしたりする。食べた後に水を飲むと甘く感じられることから、甘がにという地方名がある。ヤドカリ類の腹部は柔らかく防御に適さないが、これは常に巻貝の殻の中で守られているためである。巻貝の殻は、殻の主が死んで、空になったものの中から大きさの合うものを選んで利用する。また、ヤドカリが成長した時には新しい殻に引っ越しを、 しなければならない場合もある。殻の大きさは、その入り口にハサミを当てて、大きさを測るという。ダートマス大学のマークレードルの研究によれば、他の個体と比較し、リフォームを繰り返す個体ほどペニスのサイズが大きい。中には、体の半分ほどのペニスを持った個体もいた。ヤドカリ類は一般に巻き貝の殻を使うが、特殊なものとしては、 角貝の殻を使う角貝がいやドカリポマタキールズ、ジェフリースイ、シサンゴ等の穴に入る薬効やドカリキャンセラスマヨアエ、二枚貝の殻を背負う貝殻かつニッポースレイナッポングリース、ジャポーニカス等がある。カンザシアドカリパグリッタビタタは生きたサンゴの穴で生活する。その他、放置された巻貝に形が似たゴミで代用するやドカリも観察されている。なお、カンザシアドカリは、 東京部を巣穴から出し、羽毛状に毛が生えた第二触角を振り回し、そこに付着したプランクトンやデトリタスを口で拭い取って食べる。こうした第二触角を用いた、微粒子のろ過接触は殻を持ち運べる自由生活のヤドカリにもよく見られ、例えば日本の干潟でも生息するテナガツのヤドカリ、ディオゲネスニティダムニスも羽毛状の触角を上下に振る、行動を行う。 海岸での観察においては、目につく場所で動いている貝は、ほとんどが宿カり入りである。これは生きている貝が物陰に隠れていることが多いからでもあるが、宿カりが常に住宅難にさらされているためでもある。一般に、生物の個体数は限定要因と呼ばれる、その生物が必要とする諸条件のうち最も、限られた資源の量によって決まると言われる。ドカリにとって、 限定要因になっているのが食物などではなく、巣として使える殻であると考えられる証拠がいくつか知られている。そのために殻の奪い合いが起きることは珍しくなく、他個体が入った殻からその主を追い出し奪い取る行動も見られる。また、ヤドカリの生息する干潟の一定区画に微小な巻き貝の四角を大量にばらまくと、ゾエアから変態したばかりのチヤドカリの生産率が、 著しく上昇して、ヤドカリの個体群密度が高くなることも知られている。他者の殻に曲がりすることは、固く大きな殻や、外骨格の形成に必要なエネルギーを縮減できるメリットがあると考えられるが、一方で自弁できない殻への依存が、ヤドカリの生存や大型化の阻害要因になっていることが、殻を捨てて大型に進化したヤドカリの仲間の存在からも伺える。 原生甲殻類でも最大級となるヤッシガニは、幼体のうちはヤドカリ同様、柔らかい腹部を貝殻等に収めて身を守るが、成長とともに腹部にも強固な外骨格が再形成され、ベッド殻を必要としなくなる。また、パラバガニも、ふんどしが左右非対称で片側にしか付属しがなく、過去には殻をこむるヤドカリの姿であったことがわかる。 殻を捨てる以外にも深さのある巻貝ではなく平たい2枚以外の殻を利用し通常のヤドカリとの競争を回避するように形態が特殊化した種や口述するように他動物との共生によって殻を変えなくて済むようになっている種もある。水族館などではヤドカリの全体を観察できるように巻貝の貝殻に似せたガラスを用意して住み着かせて展示されることもある。 イソギンチャクを背負う、ヤドカリヤドカリのうち多くの種が、四方動物のうちのイソギンチャク類と共生する。日本でよく見られるのは、大型の旋回生種ソメンヤドカリダーデネス、ペドンクラトゥス、ケスジヤドカリティーアラザーが背負った殻の上に、ベニヒモイソギンチャクカリオクティスパリパス、ヤドカリイソギンチャクシージャポニカが共生する例である。他にもトゲツノオヤドカリ、 ヒオゲネスエドウオードシアのオバサミにヤドカリ固定イソギンチャクバーラクティスパグリが付着するなど、いくつかの強制関係が知られる。これらのイソギンチャクの中には、自らヤドカリの殻に住み着く傾向を持つものもあり、また、ヤドカリの種によっては、イソギンチャクを見つけると、自分の殻の上に、それを移し替える行動を持つものがある。その場合、イソギンチャクの基部を、 ヤドカリがハサミで刺激すると、イソギンチャクは素直に基盤を離れる。この関係では、イソギンチャクは移動することができるようになること、付着する基盤がない差でテての部分にも、進出できるなどの利点がある。ヤドカリの側では、イソギンチャクの手法によって、タコ等の点滴の攻撃を避けることができる。つまり、互いに利益がある愛理強制の関係である。さらに関係が進んだ例として、 新海星の夢置きヤドカリパリガイポグリースディオゲネス、飯島置き宿ドカリシンピグリースデホーレナ等では、強制したイソギンチャクが分泌物で口ククシ室の核を作り、その中にヤドカリが入る。ヤドカリの成長に合わせてからも大きくなるので、ヤドカリは引っ越しをする必要がない。また、ヤドカリがイソギンチャクに餌をやることも観察されている。イソギンチャク以外では、 砂銀着類のヤドカリ砂銀着やヤツマタ砂銀着が、やはりヤドカリの殻を折って成長する。また、ヒドロムシ類のイガグリガユミヒドラハイドリッサソドリスは、イガグリホンヤドカリパグリスコンシュタンズの住む貝殻に育ち、次第に成長すると、殻が大きくなるように成長する。表面から、たくさんの棘を伸ばすことからこの名がある。ヤドカリ上下は六科に分けられる。過去には、 タラバガニカリシディディをヤドカリジョカに含む見解もあったが、デグレーブラによる新聞類ではタラバガニカはタラバガニジョカリシダイディアという別状下へ移されている。ありがとうございます。